問題です。次の等式を満たす FX を求めなさい。参考です。括弧1、積分される関数が同じとき式の値は積分変数によりません。括弧2、積分変数と別の変数があるとき積分の部分を分けることができます。回答です。積分する部分を分けます。丸1は丸1ダッシュとなります。丸1ダッシュは sin x と cos x との和の形になっています。丸2と置きます。定数大文字の AB は丸3丸4です。丸2から積分変数を t にして丸2ダッシュとなります。丸2ダッシュを丸3丸4に入れます。 sin t cos t を0から π まで定積分すると0となります。 cos2 乗 t を0から π まで定積分すると2分の π となります。よって大文字の a は丸5となります。sin2 乗 t を0から π まで定積分すると2分の π です。よって大文字の b は丸6となります。定数 ab を決めます。そして求める関数 fx はこのようになります。 sin t cos t cos2 乗 tsin 2乗 t の0から π までの定積分です。同じ関数の0から2分の π までの定積分です。同じ関数の0から 2π までの定積分です。次の定積分を求めなさい。括弧1は x が0で無限大になるときです。括弧2は不連続な点を持つときです。括弧3は x が無限大になるときです。x の近くにイプシロンを取り、イプシロンから1までを定積分します。次にイプシロンを0に近づけるとルートイプシロンは0に近づきます。0から1までの定積分はイプシロンを0に近づけた時の極限値です。形だけで計算しても同じ値になりますが、この式は間違いとされます。0の近くにマイナスイプシロンを取り、マイナス1からマイナスイプシロンまで定積分をします。次にイプシロンを0に近づけるとイプシロン分の1は無限大となります。よってマイナス1から0までの定積分は無限大となります。イプシロンから1までを定積分します。そしてイプシロンを0に近づけます。イプシロン分の1は無限大です。よって0から1までの定積分は無限大となります。無限大プラス無限大はなしとします。形だけで計算するとマイナス2になりますが、このようにしてはいけません。 x が十分大きいところに t を取ります。0から t まで定積分をします。 t を無限大にすると
t を含む項は0となります。よって0から無限大までの定積分は3分の1となります。直線の点 P から放物線に引いた2本の接線と、この放物線とで囲まれる部分の面積の最小値を求めなさい。またこの時の点 P の位置を求めなさい。回答です。接点を QR と置くと、 QR での接線は ① となります。 XY について解くと ② となります。2つの接線が交わる点に直線があるので、点 P の座標を大文字の XY と置くと ③ となります。また ④ が成り立ちます。アルファプラスベータ、アルファベータを大文字の X で表します。⑤ です。また大文字の X の変域は ⑥ です。求める面積を2つに分けて定積分します。⑧ となります。その定積分の計算です。⑧ はアルファベータの式ですから、大文字の X の式にします。⑧ です。⑧ は大文字の X について二次関数です。よって最小値は4分のルート3となります。最小値を取る大文字の X は2分の1です。よって点 P の位置は2分の1マイナス2分の1となります。放物線と接線とで囲まれる図形の面積は公式となっています。曲線⑩と X 軸 Y 軸とで囲まれる部分を直線 Y イコール X の周りに回転してできる立体の体積を求めなさい。三角形 OAB を回転してできる立体の体積を V1、曲線 ACB を回転してできる立体の体積を V2、 求める立体の体積を V とします。 V は V1-V2 です。⑩ です。 V1 は円錐ですので、1/3 ×底面積×高さです。⑩ です。曲線 AB に点 P を取ります。そして図のように点 Q、点 R、点 S を取ります。また点 P の X 座標を T と置きます。点 P の座標を T で表します。次に PQ、OQ を T で表します。⑥、⑤です。曲線⑩と直線 Y イコール X とが交わる点を C とします。点 C の座標は ⅕ 1/4 です。点 B の座標は Ⅹ 1です。直線 Y イコール X を大文字の X 軸、PQ に平行な軸を大文字の Y 軸とします。⑩、⑩から PQ は大文字の Y、 OQ は大文字の X に当たります。⑩-⑩4 です。体積 V2 は⑩5
となります。丸五では定積分できませんので置換積分に変えます。丸六です。 y の2乗 dx dt、 y の2乗 dx dt を求めます。 c の時 t は4分の1、 b の時 t は0です。 v には丸七となります。求める体積は v1 マイナス v2 です。